販売をありがとうございます。スラママラン。だんだん挨拶も板についてきましたね。板につくというものがよく分かってないけど、今日は私会でした。写真集の私会でね、この汗かいてるわけじゃないけんね、前髪シースルー前髪というおしゃれな、走ってきたとか言わんといてね、先に言われそうじゃけん釘刺してるけど、運動頑張ったねとか雨に打たれたんだねとかじゃなくて、こう今流行りの前髪シースルーのあれでおしゃれにしてもらいました。めっちゃ綺麗だった。ここはすだまかん、さやさやた、あたかな、食べた、なんて言ったらいいんかな、なんて、あー前回教えてもらったのにな、食べたよみたいなの、そうよ、可愛くおシャンティーな前髪で可愛くしてもらいました。外羽でした。髪が伸びました。切ります。切りたい。雨に打たれて、雨に打たれてないけ、これはおしゃれじゃけ、最新の前髪おしゃれじゃけ、真似していいよ。スカ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 、似合ってる。めっちゃ可愛かった。おシャンティーなんです。これが最新のおしゃれコカーです。今日はさ、もうさ、マジでなんかあの雨降っとったやんか。私が家出た瞬間だけ雨が降ってなかったんよ。傘を持たずに出ましたと思ったらね、リュックの中にね、折りたたみ傘が入ってました。よかった。スカスカこんばんは。準備万端。ともえちゃんっぽい？あ、ほんま？いや、お風呂上がりじゃないけ。待って、スラマ館のあれがありますから。アクスダマカン、あ、サヤスダマカン、サヤスダマカンケーク、なんか濡れた雨でこの本が。マリー語喋った後のドヤ顔好き待って、ドヤ顔してないっけ。あ、タワーありがとう。今日は、今日ありがとう、楽しかった。コーラありがとう、楽しかった、嬉しい。こんにちは、ここは最愛中が須田真香。今日のワンピース可愛かった。今日のワンピースはデニムのワンピースでした。コアのイベント来たかった、言ってくれて嬉しいっすって、ありがとう。サヤスダラパルソジャック番組ダディパギ、朝からずっとお腹が空いていますという意味らしいです。長いね、ちょっと難しい。今日本当に来たかった。みんなそう言ってくれてありがとう。写真集お渡しできるの嬉しいんです。なんかもう直接もう買ってくれたみんなに直接ほんまにお渡しに行きたいぐらい。ピンポーン、コカーです。配達、みんな配達の人には優しくしてますか。ピンポーン、郵便の人に
ピンポン。急に私がピンポン来たらどうしますか。ピンポン、写真集届けに来たよ。うん、お気配しといてとか言わんといて。あ、もし私だったらね。ピンポン。そこ置いててください。あ、はーい。はーい。スーツで出迎えます。なんか全然な、出てこんなみたいな。どうしようか。ピンポーンってさ、ピンポーン宅配ですって、どうしようかなは聞いたことないけど、まあいいか。バハラ、マラシア、スダ、ココア、スダ、バイク。ココアか、マイコじゃないのか。違う、今日もね。まさか広島に、早川さんが、社長が来ると思ってなかった方もいるらしくて、で、私に会いに来た方が、あー、ココアーみたいな、ココアーみたいな感じでいた後に、あの、早川さんをふっと見ると、本物の早川さんみたいな。いや待って、誰に会いに来たんですかって、私に会いに来たんでしょうって、私に会いに来たんでしょうっていう感じで、はい、もうって言いながら三者面談。ああ面白、早川さんの本物見れた。いやほんまに、じゃあもはや私がショールーム顔出さんかったら、みんなもっと会いたくなるかもしれんね。こんばんは。早川さん人気高いガチ。こんばんは。今日朝は家の中だけがさ寒くて、外出たら全然あったかくて、あ、まあ、寒かったんけど、まあったかくて、今日ココアに会えて感動。お、サガチョメル、サガチョメル、ココアとの掛け合いが親子みたいで優しい。ほんまに、なんかね、マジで写真撮るのが下手でね、あのそう、チャメル、チャメル覚えた。ストレート完売で合図だね。来てくれてありがとう。そういう方もいたのかな。声聞こえたそうです。下手くそって罵ってた声が聞こえるらしい。聞こえてしまったらしい。写真撮る人変わってもらって、今日のお母さん、お話し会のお母さんめっちゃ可愛くて明るくて元気もらいました。ありがとうございました。ありがとう、こちらこそ。さやまふけら、嬉しい。今日はありがとう。こちらこそありがとう。明日はシュープレさんの発売になるんですよ。発売日もうすぐ発売なんですよ。もう、あ、ってかあっという間に、なんか3月も25日とか言って、あともうちょっとで終わるんだなと思うと、
間近で見てドキドキしました。ポチッタごちゃで一緒だったさ、あのももちゃんと一緒じゃけんね、それも見てね。こんばんは、はい、ももちゃんと一緒、予約してくれてありがとう。はい、こんばんは。もう会える直接お話し会に、直接お話し会もあり、今日喉が声が枯れるかと思ったけど大丈夫だったね。明日にならんと分からんのかな。髪がちょっと伸びた。笑顔ですよ。すぐ髪が伸びますよ。髪切りたい。みちゃんこ声響いとった？今日は響かんようにね、ちっちゃい声喋ろうと思ったのに無理でした。みんなに会うとやっぱ楽しくて会場に響き渡っちゃうらしい。どうする？こんばんは、聞こえちゃってたらしい。こんばんは、笑顔ですよ。スラママラン、スラママラン。最近覚えたことは、さやあかむんちんたい、あ、さやあかむんちんたあんだかむ、合ってるのかな。同じような意味がいっぱいあって難しい。すかすかは覚えました。こんばんは、ケールビーフォーリーエイ。これから緑の服になるんよ。私緑着とるイメージある。あ、でも緑結構着とるんよ、カーキみたいな服も。今日は当日喧嘩やんかったけど先生から写真集連れてありがとう。公用語の英語もあれし始めました、瞬間英会話っていう、ずっとあれ勉強してる時にやってた音声があって、緑 MA1 とかも着とったし、ネットって言わんといて、ネットもネットもあれ着たし、マレー語で頑張ってください。いや、合ってたか合ってないかもうちもちょっとわからんくて。こんばんは、バックネットじゃないですけどね、パスポートあるよ。ねえ、ネット覚えといてさ、私1回しか来てないんよあれね。ちょっと
ネットって言わんといて、まあ、ネットっていうのがすごい分かりやすい表現で、私もネットって使わせてもらっていますけれども、あれは全然ネットじゃなくてニットですからね。おしゃれの基本ですから。基本とは分からないけど最近の流行りですから。マジでニットじゃなくてニットだから、ネットじゃなくてニットじゃけ。いや、もはやネットでいいかな。ネットの方が分かりやすくなってしまったやん。これはみんなのせいで一回しか着てないの。まあいいんですけど、子供の頃のさ、パスポートが出てきました。ちょっと待って、子供の頃のパスポートの写真見せたい、マジで。そん時からね、シースルーでした。時代の最先端を言ってた。この携帯に入ってる。いやだ、もうみんなにいじられそうで嫌だ。子供の頃は海外旅行は2歳の頃に、間違えた、小学2年生の頃に行ったんですよ、サイパン。小学2年生ぐらいの時に撮った写真なんやけど、マジで3歳ぐらいに見える。てか3歳ぐらいの時こんな顔だったなみたいな。こうやって撮ったパスポートが、久しぶりにパスポートをもう11月終わりか12月頭ぐらいに更新しに行ったんや。その時に赤チョメルだ、ココア。つるまかし。ちなみに初海外どうだった？それがもうね、全く覚えてないけど、覚えてるのはね、なんかね、豚の丸焼きを見たんですよ。もうマジまんま、もう小学2年生なもんでね、衝撃を受けまして、その時に本当にびっくりしちゃって。で、私はチョコアイスを食べてないです。なんか好き嫌いが多かったんよ、小さい頃は。塩おにぎりとかが好きだった。ただもうお米があればよかったよ。ただお米がないじゃないですか、海外は。今はもう何でも食べれるよ。サイパンに行きました。ご羊の丸焼きも、私それさ聞いてびっくりしたんよ。想像できなくて。そう、食わず嫌いで、あなたの写真集を買うつもりです。買ってね。ミシン。トモエ氏、弁護士、看護師、国家試験合格しました。いや、すごい。おめでとう。トモエちゃんには会ってるんですよ。東京にいた時に会ってて、でその時におめでとうじゃないけど、お疲れ様とか言って、そうそう、なんかその時は結果がまだ出る前で、試験は終わってからあったんですけど、すごい、おめでとう。私はちょっと眠たくなってきました。今日朝から眠かったんよね。家出ようと思って、出ようと思ったら、あ、なんか早く起きて、私早く起きたんですよ。全然遅刻はせんかった、1分前ぐらいに集合場所に着いた。
ね、あーなんか眠たいな、あまだ寝れる時間まだ寝れると思って30分ぐらい寝ました。一回起きてから、ただ早起きだったんよ。いっぱい喋ったので寝ます。お疲れ様でした、ありがとう。楽しい2日間でした。のどきはして寝ますありがとう。シュープレ最近撮ったやつ、シュープレはね、いつだったかな、ちょっと前ですね、うん。お母さんは KLP48 加入することについてどう思いますか。もう自分からここに行きたいですと言って、手を挙げて行ったことなので、今から語学の勉強もアイドルとしても、また新しいグループとして、まあ、一から頑張るということで、ドキドキもあるし、今まで7年間 ST48 やってきたので、ここを離れる寂しさももちろんあるけど、もう勇気を持って覚悟を持って覚悟をして決断したことなので、簡単にへこたれてはいけませんという強い気持ちで、困難も楽しもうと頑張ってあります、頑張っております、頑張るぞ。おうおう、ほんまに、衣装どうするってこと、どうなるんじゃろうね。応援してください。20歳の決意が海外 FM 赤セガラニャ、セガラニャバギサヤ、青セガラニャバギサヤ、応援するよ的な。はい、これからも応援よろしくお願いしますね。ではランキングやります。13位バオバブ、12位、スバル、11位タクゾ、10位スエン、9位ゾウ、8位コニョ、7位ピッチャン、6位モックン、5位ウマちゃん、4位りょう、3位ライトニング、2位ポッパやしまちゃん、1位は、コーナー、ありがとうございます。じゃん、今日ドキドキで心臓が止まりそうでした。本当にありがとう、ありがとう、なんか怒らなきゃ、心臓には気をつけてください、大事ですから。すがらにゃすがらにゃバギー、ここはすがらなバギーさや、ただまかし、グッナイトワンチェーン、またねー、おやすみなさい、今日は一日ありがとうございました。